ガンタケは天狗タケカ天ンタケ属のキノコ。和名は色が狩りに似ているところ由来する。分布は北半球温帯以北、南米、豪州で確認されている。夏から秋にカラマツなどの新葉樹林、ブナ、コナラなどの紅葉樹林、雑木林の地上に丹精、またはチル傘ははじめ玉型、成長すると中から大型で平らになる。表皮は 赤葛色で粉状のイボが付着。傘の裏はだが蜜で白色、赤いシみができることがある。柄は中空で、基部が球根状。柄の色は傘よりも白っぽく、上部に膜状のツバがある。傷つけると赤く変色する。アマニタルベッセンス性では、無味、無臭食べると下痢、吐き気など異常系の食中毒を起こすことがある。加熱すれば、 過食とする文献もあるが、ルベッセンスリシン、イボテン酸、アマトキシン類などの有毒成分を含み、生殖は厳禁。また、慣れないと毒性が強いテングタケと見間違えやすいため、昔からキノコ狩りで安易にガンタケらしきキノコを採取して食用にするのは危険とされてきた。しかし、旨味成分を含み加熱調理すれば、微味とされ、テングタケとの識別に慣れたキノコ通りには、 好んで食べる人もかつて吐いた。現在では、加熱調理しても分解しない、有毒成分である甘とキシン類が、微量ながらがアンタケに含まれることが明らかになっているため、それを承知であえて食べる人は、ほとんどいなくなった。日本産金婚性紀の古類の食資源としての、利用性新州大学農学部企業。38、1から17、ありがとうございます。